Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. 今回のエピソードではグループディスカッションでしっかりと自分の番を待って入っていけるというアドバイスというかエクササイズを紹介します。 えー、その、えー、本題に入る前に上級者の皆さんがさらにそこから上に行くための英語発音の3つのポイントをまとめた動画を現在公開していますので是非概要欄の方からチェックしてみてくださいもう口の形とか舌の位置とか発音記号とかではないんです皆さんが英語上級者レベルからさらに上に行くためのポイントは本当のその音 音についての知識を深めること。発音記号、口の形、下の位置、これ目に見える情報ですよね。でも音って目に見えないんです。そこが分かり始めると、英語上級者レベルから本当にもっともっと高いレベルに行って、Oh, your English is good! って言われなくなる、そういうレベルに達することができますので、まずは概要欄の方に行って、で、無料の動画を見て、この3つのポイントを学んでみてくださいね。 今まで発音を散々勉強してきた方に作っていますのでものすごくハイレベルな内容です。えー、ぜひ自分の可能性をこの動画で、えー、知ってくださいね。大人になってからでもも,うものすごく高い英語のレベルに行けるんですからできるんだから <laughs> でもそのやり方 っていうのがやっぱり大切ですので、えー、しっかりと効果のある練習方法をしていってみてくださいね。はい、これは実際にあのクライアントさんの中から、えー、出てきた質問です。なのでちょっと読みますね。でね、私これすごくあの共感することもあるし私自身も練習していることがあるのでそれをちょっと紹介していきます。 So, question: These days, we have many online meetings or casual discussion. I always miss the time to jump in conversations. Sometimes, I start to speak at the same time with another person, or I just can't find the room to say something. Maybe many many people feel the same way. Do you have any advice to, to start talking in less stressful ways? maybe try harder as much as possible i found that starting with can i ask a question worked thank you in advance あのこういうふうにあの私のクライアントさんいつもこうやって英語でまずは質問してくれるんですねなのでそういうふうに質問文を英語で考えるっていうのもものすごくいい練習になると思うんですけれどもグループディスカッションこれね本当にあの日本ではグループディスカッションをするそういう機会 で学校ではあんまりないというかもしあったとしてもなんか順番じゃないですか「はい誰誰はい誰誰」みたいな感じであとは手挙げて「はい」って言っていくみたいなで当てられて話すみたいなアメリカってあのグループディスカッションになるとこうやって「はい」って言って当てられるの待つんじゃなくって「はい」って手挙げもしないで。 こうやっっってててバーっ入っていくんですねでこれあのすごくいい質問だと思ったんですなぜなら私も今それをすごく練習しているからで、えっと、私もこういうグループディスカッションはあの入っていけないんですよねであのやっぱりその日本で生まれ育つとそういうふうに自分の意見を持つこと自体何て言うんですかねあんまり訓練されてきたことじゃないじゃないですかなのでまず自分の意見を持つっていうこともま,まずハードル高いですよねでそれを こうやっっ、はい、ってっててはい言手を挙げて「はい誰誰」みたいな感じで当てられなくって自分からまずは言っていくっていうのもさらにさらにハードルが高いですよね。なので私今アメリカで今22年住んでいますがあのかなり苦戦しています。というか私は多分今までそれをずっと避けてきてで最近ここ2年3年あっ そ,うそれを避け,て避けてちゃいけないと思って、えー、そういう場に自分から入っていくようにしていますなのでとても私にとってもハードルの高いことで性格的にも私はそんなにお話好きではないので日本語でも 二人以上の会話になったら私はずっと黙って聞いている方なんですね。日本語でですよ。<laughs> 日本語で黙って聞いている方なんですよ、いつも。えー、なので、英語だったらもうますます、アイコはどう思うなんて絶対聞かれないじゃないですか。なんか日本、日本人同士だと、えー、誰々はどう思うって聞くじゃないですか、相手に。英語ってまずは、誰々どう思うみたいな感じで、まず聞かないんですよ。だから自分から話していかないといけないし、それで話せなかったら、 自分から積極的に話せなかったらああなんか愛子はなんか全然この会話大切だと思ってないんだねみたいな感じで思われちゃうんですねなのでものすごくハードルが高いことなんですねでもし皆さんも同じ環境にいてよしもうちょっとこのグループディスカッションで、えー、自分のスキルを磨いていくぞというふうに思ったらまずはこれをしてみてほしいと思いますまず1つ目 自分の目標をちょっとこう小さくていいですよ。小さな目標を決める。で、私の場合は、えー、そのグループディスカッションの中で、一回は何か言うだったんですよ。もう見てください。もう、あの、一回何か言うのさえすごく難しいっていうのをすごくわかるんじゃないでしょうか。あの、私の目標、まずはね、目標を決めてみてください。で、その目標は、 小さく小さなものであればあるほどいいと思うだから最初は「set your own goal、right? で」で今多分オンラインミーティングであのー、こう アメリカ人を含めてで英語で行うっていうのすごく多いんじゃないかなと思います今まで例えば日本に住んでいる方で日本人だけとミーティングをしていた方も今ねあのオンラインになってアメリカから違う国からっていうふうにいろんな人が入ってきたら英語でのミーティングになるわけじゃないですかなので、えー、すごくいい機会だと思いますで、 そこでやっぱりあのこの機会を逃しちゃいけないですよね。は難しい、できないと思ったらチャンスです。なので小さな目標を作ってみる。set your own goal。で、私の場合これは1回は発言するだったんですね。<laughs> もうものすごくちっちゃくないですか。で、あの私の経験で言うとあのアメリカ人のビジネスコーチ。 が行っってていいるママスターマインドに入っていますでこれはあのアメリカの,そのオンラインビジネスをしている起業家が集まる小さなグループであの12人ですね12人の小さなグループプラスあの彼あのビジネスコーチが入っているので13人の小さなグループの中で、えー、ビジネスマスターマインドっていうのをやって毎週ミーティングがあるんですね。 であのそのグループに入れるの一応こう決まりがあって年収1000万円以上円とドルの感じでちょっとあのこう、えー、換算すると、えー、年収1400万円くらいですねあのドルで6フィギュアですから、えーあえー、と少なくとも年収1400万円以上を得ている、えー、オンラインビジネスオーナーの人たちが集まるその グループなんですよそこの中でビジネスの,そのディスカッションをこうグループディスカッションで行うっていうところにそういうグループに今入ってるんですね。なのでレベルが高いまずはだからもうミリオンとか得てる人だから億、えー、何億円とかもう得ている人たち。 え、えにするとですよ。奥を得ている、えー、方たちが、例えば質問します。これどう思うって。それに私たちは答えたり、アドバイスしたりしていくわけですよ。だから私の場合、ほぼアドバイスできることなんてなかったりするんですよね。でも、それで、あの、何も言わないでいると、今度はコーチから直接、あいこ、発言しなさいっていメッセージが来るんですね。フェアじゃないと。発,発言しないとフェアじゃないって。 いう,ふうに言われるんですよだからものすごく葛藤しました。なのでそこで私が決めた最初のそのことっていうのはと,とにかく自分の目標を決めるこのグループディスカッションで何を私,私はあのこう得たいのかっていうことでもちろん他の人にアドバイスするっていうのも大切でそこでビジネスのこうノウハウをいろいろ学ぶっていうのもあるけどでもこのグループディスカッションから 何かを得ようと思ってこのグループディスカッションで毎回一言は必ず言うことって自分で決めたんですねなのでそれがまず一つそれをやってみるといいですねそこから得られるものってすごく大きいと思いますなのでまず自分で目標を決めて で自分でやることその目標を別にシェアすることないあの必要ないですよ私もあの毎回1回は発言するっていう目標を自分で決めましたなんてことをみんなにシェアしてないですからね <laughs> なのでこれは皆さんが自分で自分の心の中で決める目標になりますなので誰とシェアするわけでもなく自分で決めて自分で目標達成をしてみてくださいねそれをまずやってみてください、えー、そしてで これが多分ね、こうこう小さなところでいいんですよ。小さな目標でいい。だから私の場合、一回だけ発言するだったんですね。それで、えっ、ー、と、それをさらに、 そこからもう一段階行ってみる。だからこれできるようになりました。じゃあ私の場合、一言とにかく1回のミーティングで何か一言でも言うように何か1回は必ず発言するっていう目標をつけ、ま、あの作りました。なのでその次、それができるようになったらちょっとまたハードルを自分で上げてみるまた目標をちょっと高めてみる Improve your skills これをやってみてほしいと思います。なので私の場合は あじゃあ、一回言えるようになりました。でもね、一回言えるようになったその意見を一言言うだけでも、私はそのミーティングの結構最後の最後の最後の方まで待って、あもうもう終わる、もうミー,ティングミーティングが終わるかな、なんかこう、一言言わなきゃってパッって言う、言うっていうことをしていたんですね。なので、ギリギリまで待ったり、他の人が何て言うかをまずは聞いて、えー、じゃあ私は何て言おうというふうに決めていたりしたんですね。なので、それをこの前、あの、この前というかだいぶ前に、 そのことを夫とシェアしたら you are just doing the bare minimum って言われました。自分で目標を立てましたでもそれってその bare minimum しかしてないよねって言われたんですよあの私の夫もめちゃめちゃ厳しいですね <laughs> 厳しい人なんですけれども、えー、なのでベア i ニマムにならないようにベア i ニマムって本当に最低限のこと しかやらないっていう意味だから自分で目標設定したけどでもそれがそのそれを達成するのがなんかこう最低限のことしかしていないみたいな、えー、なので i decided to put more effort to it、right? えー、なのでその2番のその次のステップとしてはそのミーティングの最後まで待たないで 結構最初の段階で何かパッて一言言うこと。勝手にあの自分で目標をまたあの設定して、こうしようっていうことを決めたんですね。なので、あのまずは目標設定、ものすごくハードル低くしてみてくださいね。で、それができるようになったら、ちょっとそれを、ハードルちょっと高めてみる。ちょっとずつ、少しずつでいいんですよ。えー、それをやってみてほしい。で、その後に、 recognize recognize Recogn your growth it、ね、ほとんどの人がやらないことなんですよね。自分の成長を自分で認めてあげないとか、見てあげないとか、あの気,気がついてあげない人がほとんどだと思うんですよね。なので、3番目は、 あの自分の成長をしっかりとあのこう見つけてあげることあこれできるようになったほんとちっちゃなことでいいんですよちっちゃなことでいい、えー、なのでちっちゃくてもいいからあこれできるようになった以前はすごく難しかったのにこれができるようになったとか難まだ難しいけどでもできるようになったってそれでいいんですよなので 最初からああのののもすごく高いい設定をしないことあのたくさんミーティングがあるからそれでガンガン自分の意見を言えるようになろうなんて思ったらもう全然ここからここにジャンプするのすごく難しいですよねそうじゃなくてこうちっちゃなステップをこうやってこうやって踏んでいくことここからここは難しいけどこれもし1010 10個に 10, 10個のステップにちっちゃく分けてで1個1個こうやってパッタッタッタッ,タッて。 上がっっててていったら意外とあのこう順序立でててできるんですよねなのでちょっとずつハードルを上げていくことここってすごく大切なんですよね、えー、なぜならここからここに行こうと思うからできないしあの勇気も出てこないじゃないですかでもここからここって楽ですよ <laughs> できますよあなんとなくできそうかなって思う目標でいいんですまずは それをこの機会に、えー、ぜひ立ててみてみしいいと思いますだからのこの、これ今あのこういう状態にいるのすごくいいですよね、もどかしいですよね。あのもうアメリカ人があの話すタイミングって1人が話して話し終わったらもう次、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 次入ってくるのにあのそこで入れなくって意見をシェアしなかったらあ、愛子は別に。 あのもう全然あのこのなんて言うんだ「she doesn't care」って思われる「she doesn't care」っていうふうに思われちゃうんですよねなんかねあのこのシステム <laughs> ハードル高いと思うんですけれどもぜひ皆さんもやってみてくださいねえそうするとここからこの経験からあの ちょっとずつこう目標を自分で勝手に設定してで自分で達成していくっていうのに慣れていくからもちろんこのグループディスカッションだけじゃなくて人生のありとあらゆることに使えると思いますまずはそれをやってみてくださいねでこの,あの質問されたクライアントさんにはまたどういう感じで入っていったらいいか同時に他の人があ他の人が入ってきたら、えー 自分はどういうタイミングで、えー、どうしたらいいのかっていうのをもうちょっとあの詳しく説明したのであのこの質問をしてくれた方あのぜひあの私のコースの方をチェックしてみてくださいね動画をあのこの質問に答えた動画をアップしていますのでぜひそちらの方からもっともっと学んでみてください Okay, so let me know if you have any questions こういう感じで英語の発音だけではなく どうやってこのアメリカの文化で、えー、自分の成長をこうずっとずっと続けていくかっていうのもコーチングでシェアしています。もし えー、私のコーチングに興味がある方は、えー、ぜひあの下の概要欄の方に行ってで、まずは無料の動画をチェックしてみてくださいで。まずはそこで自分の可能性を見つけてくださいね。大人になってからでも、もちろんものすごく高いところまで英語の発音のレベルを持っていくことはできます。でさらにあのもっともっと学びたいと思ったら、その次がありますので、ぜひまずは無料の動画からチェックしてみてください。ありがとうございます。 in the next episode. Bye.